はい、じゃあ鈴木候補深谷さん、実演お願いします。はい、こちらのスライドドアですね、ボタンを押して何か忘れ物をした、お、途中で止まった、でも止めることができます。で、物を例えば取り出してもう一度押していただくと閉めることができます。はい。